2021年3月、婚活中の妹が冥婚させられそうなんだが、と言ってスレを立てた一致。しかし、想像を絶する恐ろしい事実が明らかとなり、スレナイは恐怖と混乱に陥るのでした。ある日の2チャンネル、一致は、婚活中の妹が冥婚させられそうなんだが、というよくわからないタイトルでスレを立てました。すると、スレミンたちは漏れなく全員恋愛とは縁がないくせに、無職童貞が妹の心配をしている場合か、と相変わらずの上から目線で一致を責め立てます。ただ中には、冥婚とは何か、と、まともな質問をするスレミンもいる模様。その質問に対し、冥婚とは、死者と結婚することだ、と、イッチは答えました。すると、死者と結婚するくらいなら、俺がもらってやる、と言い出す。モテなさすぎて、せめて死者よりは上だと信じたいスレミンが登場しますが、すかさず他のスレミンによって、ニートのお前よりは死者の方がマシ、と、死者よりも格下認定されてしまいます。しかし、当然のごとく、イッチはこのスレミンたちをスルーすると、ことの成り行きを説明し始めました。どうやら、イッチは母親から、妹の様子がおかしい、と、相談を受けたそうで、仕事帰りに実家に帰ったところ、妹の冥婚が発覚したそうです。ところが、スレミンたちは、イッチの説明に不満があるようで、イッチの家族構成を教えろと迫ります。そこで、イッチは、自分の家族について語り始めました。イッチの家は母子家庭らしく、父親はイッチが中学生の時に不倫で家を出て行ってしまい、それ以来母親はイッチたちを養うためにとても苦労したそうです。というのも、父親から振り込まれていた養育費がある時からばったりなくなってしまったのだとか、最初はイッチたちも理由がわからなかったそうですが、後で叔父から聞いたところによると、どうやらイッチの父親は酔っ払って階段から落ち、その後後遺症として障害が残ってしまったといいます。そしてそれが原因で、勤めていた会社を退職することになり、養育費を送ることができなくなったようでした。すると、いきなり赤裸々な家族事情を聞かされたスレミンたちは、イッチの話をにわかには信じがたい様子。それでも、あるスレミンは、イッチにも妹にも幸せになってほしい、と、珍しく常識的なコメントを書き込みました。そして、イッチは、現在一人暮らしをしているそうですが、ここまで苦しい人生を送りながらも、母と妹とはずっと協力して生きてきたため、母と妹のことは常に気にかけていると言います。そんなイッチの心情を聞いた、あるスレミンは、ようやくつながった、と言い、イッチが妹に冥婚などしてほしくない理由をようやく理解するのでした。そしてイッチは説明を続けます。なんでもイッチが実家に戻ったところ、母親がすぐに出迎え、妹が部屋から出てこないとイッチに泣きついてきたとのこと。母親曰く、妹は先週からずっと部屋に引きこもっており、もう結婚はできない、や、私はおしまいだ、などと
つぶやいているそうです。それを聞いた一はすぐに妹の部屋に駆けつけたといいます。するとここであるスレミンが妹の部屋という言葉につい反応してしまいますが、他のスレミンたちはイッチの説明に聞き入っているようで、黙ってろボケとそのスレミンを一蹴しました。そしてイッチが妹の部屋へ向かうと、妹は意外にもあっさりとイッチを部屋に入れたそうです。するとイッチは部屋に入ってすぐに妹の机に積まれた郵便物が目につきました。その中には見覚えのある赤い封筒があったらしく、イッチは見た瞬間絶望したそうです。その赤い封筒は道に落ちていても絶対に拾ってはいけない封筒だそうで、イッチはネットの情報でそれを知っていたと言います。なんでもその赤い封筒を拾ってしまった者は必ず死者と結婚させられるとのこと。そのためイッチは妹が死者と結婚すると知ってショックのあまり動けなかったと言います。しかし死者と結婚するというイメージが全くつかめないスレミンたちは、今一つイッチの話がピンときていない様子。そこでイッチは冥婚について説明していきました。なんでも冥婚というのは中華圏の風習で、結婚せずに亡くなった我が子を不憫に思った親が死後に結婚させるというものらしく、日本でも東北方面でそのような風習が残っている地域があるとのこと。また赤い封筒というのは中華圏や台湾などでお祝いを入れる封筒のことらしく、その封筒に死者の写真、髪の毛、お金を入れて道に置いておくのだそうです。その後その封筒を拾った者は死者と簡易的な結婚式を挙げるよう親族に付きまとわれるのだと言います。こうしてスレミンたちも冥婚について理解すると、みんな揃ってその怖さに震えている様子。しかしイッチはスレミンたちには構わず説明を続けます。イッチは妹に恐る恐るこの赤い封筒はどうしたのかと聞いたそうです。すると妹はベッドにうずくまったまま道で拾ったと答え、それ以降は何も話さなかったと言います。イッチによれば妹は現在婚活中で、イッチが先月会った時はお母さんを安心させたいと笑顔で言っていたそうです。それなのに冥婚することになってしまい、イッチも落ち込んでいる様子。そしてここまで話を聞いたスレミンたちは冥婚の恐ろしさに驚いているようですが、そんな中あるスレミンが封筒の中身は見たのかとイッチに聞きました。それに対しイッチは封筒の中身を確認しようと手に取ったものの、突然妹が触るなと叫び、すごい形相でイッチの腕を引っかいてきたのだと説明します。イッチ曰くその時の妹の様子はまるで獣のようだったとのことで、妹は普段はそんなキャラではないためイッチはショックを受けている模様。それに対しスレミンたちは妹がよほどショックを受けたのだろうと考えますが、中には女性にとっての結婚は重い
などと言い出す。時代錯誤フェミもどきニキも現れるのでした。またイッチが妹に封筒をひったくられて呆然としていたところ、その封筒から写真が落ちたそうで、イッチはその写真の男性を一瞬ですが見ることができたと言います。その際イッチは写真の男性に対し特に変な印象は感じなかったとのこと。こうしてイッチと妹の置かれている状況を理解したスレミンたちは様々な意見を述べますが、その日以降しばらくイッチからの投稿が途絶えたことで、スレは徐々に静かになっていくのでした。そして3日後、イッチはスレに登場すると、怪しげなおばさんが実家を見張っていると書き込みました。またイッチはそのおばさんを冥婚相手の親かもしれないと考えたそうです。すると今まではイッチの話を半信半疑で聞いていたスレミンたちも、冥婚相手の母親と思われる人物の登場を受けて一気に緊張感が走り、イッチに詳しく報告するよう促します。それからしばらくするとイッチはやばかったと言ってスレに戻り説明を始めました。なんでも妹の様子が気になったイッチは、今日仕事を休み実家に帰ったそうですが、その際40代くらいの女性が実家の方を見つめていることに気づいたと言います。そこでイッチが勇気を出して、あの家に何か用かと聞いてみたところ、その女性はイッチの方をいぶかしげに見てきたため、イッチは自分から俺はあの家の長男だと伝えたそうです。するとイッチの言葉を聞いた途端、その女性がいきなり、あなたがお兄さんなら妹さんに会わせてほしい、お願いだから話をさせてくれと言ってきたのだとか、イッチはその内容と勢いにドン引きしてしまい、怖くなってその女性を振り払い逃げてきたと言います。そんな女性の行動にスレミンたちは一致同様ドン引きしつつ、中には自分の亡くなった息子と冥婚させようと必死なんだろうと考察するスレミンもいました。そして一致は実家の中に入り、念のため妹の無事を確認しようと妹の部屋に入ったそうです。すると妹はカーテンを閉め布団をかぶってうずくまっており、例の女性には気づいていない様子でした。またこの時イッチが部屋のカーテンを開けて電柱の方を見ると、例の女性とバッチリ目が合ってしまい、心臓が飛び出そうなほど驚いたとのこと。そのため慌ててカーテンを閉めたそうですが、イッチも女性のことが怖くて仕方がない様子。するとスレミンたちは一斉に、おばさんにビビるな、や冥婚はしないとはっきり断れなどと言い、ビビリで不甲斐ないイッチのメンタルに喝を入れていきます。そしてイッチはスレミンたちの言葉に納得した様子で、次に会ったら妹のためにも冥婚ははっきりと断ると宣言しました。ちなみにイッチが実家を出る時にはその女性はいなかったそうです。その後スレ内ではイッチを応援するコメントが飛び交う中、その日の書き込みは徐々に減っていくのでした。
そして2日後、イッチはスレに現れ、この前のおばさんにつきまとわれていると投稿しました。するとスレミンたちが一斉にイッチに対し状況の説明を求めたため、イッチは早速説明を始めます。なんでもイッチは仕事帰りに例の女性に待ち伏せされたらしく、その女性は妹さんと話がしたいとすがりついてきたそうです。イッチは必死になって結婚はさせませんとはっきり断ったそうですが、その女性は話をさせてくださいの一点張りだったとのこと。そこでイッチはその女性を振り切って逃げようとしましたが、今日はもう一人男性が来ており、逃げ切れなかったと言います。その男性は、初老の雰囲気で、女性の親族だと名乗ったそうです。そして最終的に二人は、私たちの話を聞いてくれ、と言いながら、なんと、イッチを無理やり車に乗せようとしてきたらしく、身の危険を感じたイッチは、二人を突き飛ばして必死で逃げてきたと言います。それを聞いたスレミンたちは普通に警察だろと言い、事態の重さに気づいたようですが、イッチは警察に相談しても冥婚なんて信じてもらえないと言い、警察に通報することに乗り気ではない様子。するとそんな中、あるスレミンが今人気の台湾人の占い師に相談してはどうかと提案します。しかしイッチはただの冷やかしだと捉えたようで相手にしません。その一方、他のスレミンたちはその占い師を知っているようで、あの占い師は台湾でも人気で本物だ、いや霊視もできるし、冥婚についてアドバイスしてくれるかもしれない、と言い、スレ内では、占ってもらってはどうか、という意見が続出しました。すると、それらの意見を聞いたイッチは、その占い師の知名度に驚きつつも、他に頼るところもないため、その占い師を訪ねてみることに決めます。またイッチはせっかく占ってもらうなら本当にいいアドバイスが欲しいと切実な思いを語ると、その日はスレから去っていくのでした。そして1週間後、イッチはスレに現れると占い師のところに行ってきたことを報告しました。その際、占い師からは妹が危険な状態にあると言われたそうです。すると久しぶりのイッチの登場にスレナイは沸き立ちつつも、スレミンたちからは占いの内容についての詳細報告を促す声が上がります。それに対しイッチは予約を取り、スレミンに紹介された占い師のもとへ行ったところ、なんと台湾人の可愛い系の女性が出てきて驚いたのだと説明しました。名前はミンミンと言っていたそうで、そのミンミンにイッチはこれまでの事情をすべて話し、冥婚について聞いてみたと言います。するとスレミンたちはその占い師が可愛いことなどとっくに知っていたようで、イッチのことを羨ましがりますが、中には自分の息子も占ってほしいなどと言い出す、占いの結果一生童貞確定日記も現れました。そしてイッチがミンミンに冥婚について聞いてみたところ、ミンミンは冥婚の風習が色濃く残るのは中華圏の中でも伝統的な農業を営むような地方だと告げ、
さらに、メイコンの考え方のベースには、中華圏特有の男性重視、父系社会の考え方があると説明したそうです。すると、このミンミンの説明に対し、田舎の風習には怖いものが多いとスレミンたちも納得している様子。さらにミンミンによれば、中華圏の男性は家族の中で棒というものを持つことが許され、逆に女性は許されなかったと言います。棒というのは日本の分家に似た考え方で、例えるなら男性が分家を名乗れる一方、女性は分家できないというイメージなのだとか。ちなみに分家の意味がわからない視聴者のため説明すると、親族の中心となる家が本家で、本家から分かれた家を分家と呼び、大体は長男が本家を継ぎ、次男や三男が分家となるのが一般的だったようです。また名婚が始まったのはある地方の慣習がきっかけだとミンミンは話します。その地方では未婚のまま成居した女性を実家で祀ることができなかったために、占いで亡くなった女性と相性のいい男性を見つけて、その男性の名字を位牌に入れるという慣習があり、それが名婚の始まったきっかけなのだそうです。イッチはこのミンミンからの説明を受けて、男社会の闇だなと感想をつぶやきます。するとスレミンたちはミンミンの話をなんとなく理解した様子。その一方で、メイコンのきっかけとなった占いで相性のいい男性を探すという点について、男からしたら知らない死んだ女性と相性がいいとか言われても迷惑だなどと、一生選ばれそうもないくせにプライドだけは無駄に高いスレミンならではの発言も飛び出すのでした。それからイッチはミンミンに対し、妹は女性だから封筒を拾っても関係ないんじゃないのかと聞いてみたそうです。しかしミンミンが説明に出した慣習はあくまでメイコンが始まったきっかけのものであり、その後時代が進むにつれて未婚の男性の親がメイコンを望むケースが増えてきたといいます。その内容を聞いたイッチは、いつの時代も親バカはいると切なそうに語るのでした。すると自分たちの存在が親バカの塊であるにもかかわらず、自覚の薄そうなスレミンたちが、親バカな親は子供を甘やかしすぎだと偉そうに書き込んでいきました。それからミンミンはイッチの妹の占いを始めると、まず妹の生年月日を聞き、箸のような棒を何本もジャラジャラと混ぜたり小分けにしたりし始めたと言います。そして難しい顔をして、妹さんは悪いものに取りつかれて精神的にかなり追い詰められている、このままじゃ最悪、自分で命を絶つかもしれないあるよと言い出したそうです。ミンミン曰く、妹は誰にも言えない秘密を抱えていて、それが原因でとても苦しんでいるとのこと。イッチが言うには、妹はもともと心が優しく精神的に脆い部分があるそうです。そしてミンミンは最後に、早く解決しないと精神が持たないと言ってきたため、イッチは少し焦っているとスレミンたちに心情を吐き出しました。するとミンミンの占い結果を聞いたスレミンたちは、占いが本物っぽいことに感心しつつも、もし妹が何かに取り憑かれているなら、それは封筒の中身の男だと断言します。さらに
ミンミンは説明を続け、冥婚を断るためにはご祝儀200元を渡して素敵な相手が見つかるようにと言えばいいのだと説明したそうです。それを受けてイッチは200元で諦めてくれるなら安いもんだと言い、すでにお金を払うつもりでいる様子。またミンミンは最後に名刺を渡してきて、何かあったら連絡してくれたら割引料金で見るとイッチに言ってきたそうです。イッチはそのたくましい証拠が潔くて逆に好印象だったと言います。するとスレミンたちはなんとか金で冥婚問題を解決できそうなことがわかり安堵している模様。その後はイッチもすでに登場することなく、穏やかな雰囲気のままその日のスレは収束していくのでした。ところが2週間後、イッチは再びスレに現れると、妹の冥婚相手を近所で見かけたと投稿したのです。そんなイッチの投稿に対しスレミンたちは死者が化けて出たのかと混乱している様子。するとイッチはスレミンたちをなんとか落ち着けようとしますが、何かと大げさのスレミンたちは落ち着くどころかむしろ大騒ぎし始め、イッチに状況の説明を求めます。そこでイッチはここまでに起きた出来事を順に説明していきました。イッチによれば、ミンミンの占いを受けて以降、おばさんたちはイッチの前に一向に姿を現さなかったと言います。そして今日、イッチはたまたま仕事帰りに実家に寄ったのですが、妹の部屋のカーテンは相変わらずぴったり閉まっており、妹は部屋から全く出てこない状態だったそうです。それに加えてイッチの母親も顔色が悪く、どうやら妹のことが心配でろくに食事をとることもできない様子とのこと。イッチは早くおばさんたちにお金を渡して決別してもらい、冥婚はなくなったと妹に言いたかったものの、おばさんたちが現れない以上どうしようもなかったと言います。そんな妹の状態を聞いてスレミンたちも心配そうな様子。そうして実家で重苦しい雰囲気を感じたイッチは自分の無力さを感じながら実家を出たそうですが、その時電柱の影にぼんやりとした人影が見えたと言います。イッチ曰く、外はすでに真っ暗でよく見えなかったそうですが、あの中年女性だろうと思ったイッチは人影に近寄ってみたとのこと。その際イッチはやっと断れると思い少し安心していたそうです。しかし徐々にこんな長期間にわたって家族が苦しまされていることに腹が立ってきたイッチは正当な文句をはっきりと伝えて終わりにしようと決意したと言います。ところがイッチが近づいてみると、なんとそこに立っていたのは男性だったのです。しかもイッチはその男性にはっきりと見覚えがあったとのこと。またその男性はイッチを見た瞬間慌てて逃げ出したと言います。するとここまで聞いたスレミンたちはその男が誰か見当がついたようですが、一部の鈍いスレミンはよくわかっていない模様。そんなスレミンたちにイッチはその男が妹の部屋にあった赤い封筒の中の写真の男だったことを明かしました。どうやらイッチは以前写真を見た時に男の顔を目に焼き付けていたらしく、絶対に間違いないと
自信を持って言い切ります。この事実を聞き、先ほどまでピンときていなかったスレミンたちが一斉に怖がる中、あるスレミンが幽霊ではないのかとイッチに質問しました。その質問に対してイッチが言うには、最初その可能性も考えたそうですが、その男がイッチに気づいて逃げた時の息遣いや、小走りになって去っていった時の足音など、全部がリアルで、どう考えても幽霊ではなく、生身の人間としか思えなかったとのこと。こうして、冥婚という前提が崩れたことで、スレミンたちは各々で薄っぺらい考察を始めていきます。そして大半のスレミンたちは、その男性は、イッチの妹とお見合いしたかったのではと考えましたが、そんな中あるスレミンはイッチの妹が何か失態を犯していた可能性を指摘し、例えば不倫絡みなどが考えられると述べました。すると別のスレミンが、不倫とはどういうことかと質問します。その質問に対して、先ほどのスレミンは、例えば、イッチの妹が、今日会ったあの男と不倫しており、その男の奥さんが、不倫相手であるイッチの妹に会おうとして、実家に突撃してきたケースが考えられる、と説明しました。しかし、イッチは、妹の不倫説に対して、それはないと思う。と否定します。なぜならイッチたち家族は、父親が不倫して出て行ったことでかなり苦労してきたからだそうです。しかもイッチと妹は、父親のせいで母親が苦労してきた様子を見て育ったため、そんな妹に限って自分から不倫することはないと思うとイッチは話しました。しかし先ほどのスレミンは、不倫だとしたら全て辻褄が合うとさらに語気を強めます。このスレミン曰く、妹の様子がおかしいのは不倫してしまったことによる罪悪感からで、そう考えると兄であるイッチにその男の写真を見られたくない心情も理解できるというのです。すると、そんなスレミンの考察を受けて、他のスレミンたちからも徐々に妹の不倫説に賛同する意見が増えていきます。そしてイッチは妹を信じたい気持ちと、もしかしたらという気持ちで揺れている様子。しかしもし不倫をしているなら、罪を認め反省して立ち直れるよう妹をサポートしたいとイッチは考えました。するとイッチのため、スレミンは解決策をそれぞれ提案していきます。それから妹があの中年女性や男性と何らかのトラブルになっていることは間違いないと考えたイッチは、その人たちと早くコンタクトを取り話をしたいと告げました。イッチ曰く、妹はおそらく真実を簡単には話さないだろうし、話したところでどこまで本当なのかはわからないとのこと。その後、スレ内には様々な意見や質問が書き込まれますが、イッチがそれに答えることはなく、スレは徐々に静まり返っていくのでした。それから数日後、イッチはスレに登場するなり、妹を連れ出すことに成功したと報告しました。どうやらイッチは母親に事情を話し、妹を田舎の親戚の家で数日預かってもらうことに成功したそうです。そのためイッチはその間、妹の部屋を捜索することができたと言います。するとスレ内には、
妹の部屋を捜索という言葉に釣られてやってきた。シスコン・キモスギ・ニキが大量に湧いて出てきますが、イッチはそんな虫けら以下のスレミンたちを無視すると、妹の部屋を捜索した結果、妹の不倫が発覚したことを告げたのです。それを聞いたスレミンたちは、そもそも冥婚ではなかったことに驚きつつ、中には、妹は最初から、イッチたちが冥婚と勘違いしていることに気づいてたのではないか、と考えるスレミンもいました。しかし、イッチはショックが大きすぎるあまり、冷静に考えられないようで、ひとまず捜索の報告を続けます。イッチによれば、例の赤い封筒の中には、妹の不倫相手である男の写真と、奥さんからの手紙が入っていたらしく、あなたのせいで私たちの家庭は崩壊した。自分のしたことで、どれほど人が傷ついているか理解しているのかという恨み事が書かれていたそうです。そのため、イッチは、俺ら兄弟は父親の不倫であんなに苦労したのにとつぶやき、かなりショックを受けている様子。そんなイッチの姿を見て、あるスレミンが、トラウマだからこそ、自分も父親と同じことをやっちゃうんやで、と、傷口に塩をぐりぐりと塗り込む一方、他のスレミンは、イッチをフォローするようなコメントを残していきます。さらに、イッチは、妹の机の中から、数枚の名刺を見つけたことを報告しました。その名前をネットで検索したところ、不倫相手の男を見つけることに成功したそうです。その男は、Facebook に自分の写真を載せていたため、すぐに分かったとのこと。そこで、イッチは男に DM を送り、自分で解決を試みようとしている模様。また、その男は、スタバが好きなようで、スタバの写真ばかり投稿していると言います。その中には、男がスタバで何かのパソコン作業をしている様子が写った写真もあったらしく、イッチは、スタバで仕事をしているのだろう、と考えたそうです。すると、スレミンたちはイッチに、その男の写真を投稿するよう促しました。それを受けて、イッチはやけくそな気分になりながら、男の写真をスレに投稿します。すると、スレミンたちはその男の写真を見るなり、モテようと必死だな、や、写っている角度がおじさん、などと、いつもの辛辣な言葉を浴びせていきました。また、イッチも、スレミンたちと同様、良い印象はないらしく、まだ不倫の経緯は聞いてないものの、今のところ、この男には嫌悪感しかない、と話します。そして、約束が取れ次第、その男と接触するつもりだと言うと、イッチは、スレから去っていくのでした。それから、2日後、今、スタバおじとの話が終わったと言いながらスレに登場しました。どうやらイッチはスタバおじへの激しい怒りを抑えきれない模様。そしてスレミンたちもイッチの報告を心待ちにしていたようで、早教えてくれと話をせかします。するとイッチは早速報告を始めました。今回、イッチは、スタバおじと仕事帰りに、スタバで待ち合わせをしたらしく、改めてよく見ると、スタバおじは、SNS の写真よりも、さらに冴えない中年男性だったそうです。そのため、イッチは、なぜ妹は、こんな風貌で年も離れている男性と、不倫関係になったのか、という、
絶望感がこみ上げてきたと言います。さらに続けて、妹はどこかに父親の面影を感じたのかもしれないが、外見が父親に似ているわけではないとも一致は話しました。またスタバおじによれば、二人の出会いはマッチングアプリだったそうです。ただスタバおじは妹と出会った際に独身バツイチだと嘘をついていたらしく、妹は当初騙されていたようでした。そして男女の仲になった後に妹から結婚の話を切り出されたため、スタバおじは自分が既婚であることを明かしたといいます。するとここまでの話を聞いてスレミンたちは自分勝手すぎるスタバおじに怒り心頭な様子。そしてイッチはそんなスレミンたちの言葉に同意すると、さらに説明を続けました。どうやらスタバおじが既婚者だと知ったところで、その頃にはイッチの妹はすっかりスタバおじにハマっていたため、別れることができなかったと言います。その後不倫関係はスタバおじの妻にバレてしまい、怒ったスタバおじの妻は妹に連絡を取り、かなり激しく罵ったそうです。また妹は独身だと言われ、騙されていたにもかかわらず妻は聞く耳を持たなかったとのこと。それでも妹は家族にだけは知らせないでほしいとスタバおじの妻に必死に懇願していたと言います。しかしスタバおじの妻は、人の家庭を壊して都合がいいことを言うな、家族にバラしてやると妹に取り合わなかったそうです。すると妹は家族に知らせたら自分の命を絶つと逆にスタバおじの妻を脅してきたらしく、その時の妹の目つきは尋常じゃなかったため、スタバおじの妻は思わずゾッとしたと言います。こうして話がだんだん見えてきたことで、スレミンたちはイッチの妹に対し同情の声を寄せていきました。それからイッチが言うには、結局スタバおじは最初に独身だと言って妹を騙していたことを後から妻に白状したそうです。それを聞き妹に同情し始めたスタバおじの妻は、妹の様子があまりにも変だったため本当に命を絶つのではないかと思い、なんとか妹に思いとどまってもらうためにイッチに知らせようとストーカーまがいの行動をしていたのでした。またスタバおじと妻は何度も話し合った結果、子供のために関係を再構築することを決意したそうです。そのためスタバおじは妹にそのことを伝えて謝りたいと思っているそうですが、連絡が取れなくて困っているのだとイッチに話したのだとか。そう語るとイッチは自分たちの身勝手さで妹を振り回す夫婦に対し、一体何様のつもりなのかと激しい怒りをあらわにしました。すると妹が夫婦から受けたひどい仕打ちに対し、スレミンたちも非難の声を寄せていきます。またスタバおじは自分が既婚者だと明かした頃から妹の様子がおかしかったことを気にしていたそうですが、イッチはそんなスタバおじの矛盾した優しさに対し、気にするなら騙すなよと怒りを隠せない様子です。そしてイッチは今回の件について、妹は父親の不倫で苦しんだ経験がトラウマとなっており、そんな中自分が不倫をしてしまったことで精神のバランスを崩したのかもしれないと分析するのでした。また妹は自分が不倫したことを
俺や母に知られて軽蔑されることが怖かったのかもしれないとイッチは考えます。それからイッチはスタバおじには殴りたいほど怒ってると改めて怒りをあらわにしつつ、スタバおじと妻にはもう二度と妹に近づかないことを約束させたと説明しました。この壮絶な真実を聞いてスレミンたちもスタバおじ夫婦への怒りを示しつつ、中にはイッチから妹に注がれた深い愛情に気づいた様子のスレミンもいる模様。そしてイッチはスタバおじとの話の後、すぐにミンミンのところに行ったことを明かしました。イッチ曰くミンミンの占いはほとんど当たっていたため、今回の件について報告をしようと考えたとのこと。また今後のことも占ってもらおうと思ったそうです。するとスレミンたちは、有名占い師のミンミンを当初知らなかったイッチが今では熱烈なファンになっている様子が面白いらしく、一斉にイッチをからかい始めます。ところがそんなスレミンたちを横目に、イッチは予想外の報告を書き込みました。というのもイッチはこの時ミンミンからてっきり妹さんはもう大丈夫と言われると思っていたそうなのですが、なんとミンミンは妹さんに向けられる悪意はこれまで以上に高まっているという予想外の言葉を告げたというのです。そこで心配になったイッチはすぐに実家に電話したそうですが、誰も電話に出ないと言います。するとスレミンたちはイッチからの話を聞いてない妹が思い詰めて何か行動に出たのではないかと考え焦り始めました。そしてイッチも焦ったのかスレから離れていったようで、この日のスレは徐々に書き込みが減っていくのでした。それから数日後、イッチはやっと母親から連絡があったと言って新たなスレを立ち上げます。どうやら妹は怪我をして入院中らしく、母親も妹に付き添っていたそうです。なんでも妹は階段から落ちて頭を打ってしまい、数針縫う怪我をしたのだとか。ちなみに階段というのは近所にある神社の階段で、妹は母と二人で散歩している時に足を滑らせたとのこと。そう言うとイッチは一安心だと安堵し、これから病院に向かうところだと話しました。するとその報告を聞いてスレミンたちは一様に安心した様子を見せます。そして2時間後、イッチは病室に着いたらしいのですが、イッチの母親の様子が何やらおかしく、私がついていながらごめんなさい、何もかもお母さんが悪いのと泣きわめいているそうです。それを聞いたあるスレミンは母親ながらに責任を感じているのではないのかと考えますが、すかさず他のスレミンが、もしそうだとしても何もかも母親が悪いというのはおかしいと反論しました。そしてイッチが妹のベッドに向かうと、頭に包帯を巻いた妹が天井をぼーっと見つめていたそうです。イッチはスタバおじからもろもろを聞いていたため、妹を見ると心が痛んだと言います。それからイッチが妹に大丈夫と声をかけたところ、妹は何やらブツブツ小声でつぶやいており、妹の口元に耳を寄せると、お母さんごめんなさい、お願い許してと延々とつぶやいていたことが分かったそうです。しかし何があったのかはイッチにも分からないとのこと。
すると、スレミンたちは、妹と母親の間で何かあったんだろうと言い、喧嘩のようなものがあったのではないかと考えました。しかし、ここであるスレミンが、違うだろうと切り出すと、母親はきっと妹を突き落としたんじゃないのか、と言い出したのです。このスレミン曰く、母親は自分たちを苦しめた不倫という行為をした妹が許せなかったのではないか、とのこと。また他のスレミンは、昔父親を階段から突き落としたのも母親ではないか、と考えました。このスレミンによれば、怒りや憎しみ等の感情が出た時に、同じ行為に走ることは心理学上よくあるそうで、母親は不倫で自分を苦しめてくる人間が許せないのではないか、とのこと。すると、他のスレミンたちは、母親と妹の現在の状況も、それなら全て説明がつく、と言って、その考えに同意しました。そして、スレミンたちの考察を受けて、イッチはこの衝撃的な展開に言葉が出ない模様。その様子を見たスレミンたちは、イッチが現実をゆっくり理解していくのを見守ることにします。それから、イッチは観念したように、それしかないな、と言うと、母親が突き落としたという説に対し、納得した様子を見せました。イッチ曰く、イッチは母親にで、妹は父親にらしく、おそらく母親は、父親とよく似た顔の妹が不倫したことで、過去の記憶がフラッシュバックしたのだろうとのこと。さらにイッチは、母親が持っている父親への憎悪が、妹に向かってしまったんだと思う、とも語り、現実に打ちひしがれている様子です。そして、スレミンたちは、イッチの家族に起こった悲劇に、かける言葉も見つからないまま、このスレは静まり返っていくのでした。それから2ヶ月後、イッチは、報告がある、と言って、スレに登場しました。すると、スレミンたちはどうやら、イッチの家族のその後が気になっていた様子で、わらわらと集まり始めます。そんなスレミンたちに対し、イッチは早速報告をしていきました。なんでもイッチの妹は、退院後そのまま親戚の家で暮らすことになったそうです。これについてイッチは、実母とはいえ、殺されかけたのだから仕方ないがやるせない、という切ない心情を明かしました。また、イッチは母親と二人で実家暮らしをすることになったらしいのですが、母親は一日中ぼーっとしており、ずっと無気力なままとのこと。そう語るとイッチは、母親も壊れてしまった、と嘆き悲しみます。そして、俺がいろいろ頑張ったのは一体何だったのか、という、悲しみの声が響き渡ったところで、このスレは重苦しい空気の中、静かに幕を閉じるのでした。結婚相手がいない皆さんは、焦って冥婚相手を探してはいけませんよ。次回の動画も楽しみにしろください。とある小説の編集者に送りつけられた差出人不明の一通の短編小説。そこに書かれていたのは完全犯罪を予言した殺害予告だった。